割と安彦、羽鳥ゆり子、伊藤大輔のミュージックテラスワンテイク。こんばんは、インドア系作詞作曲家羽鳥ゆり子です。不器用貧乏紆余曲折ギタリスト BB こと伊藤大輔です。音楽業界辺境の住人、プロデューサー兼作曲家の割と安彦でございます。この番組は音楽的な出会いを求めている人たちをつなぐきっかけを作る特殊音楽番組。 SNS 全盛の世の中であっても、自分の会いたい人になかなか会えない現実、そんなあなたのお役に立てたら。作詞家作曲家、サウンドクリエイター、 DTMR、 スインガーバンドマン、音楽業界人などなど、プロインディーズ問いません。こんな人と出会いたい、こんな人と知り合いたい、こんな私を知ってもらいたい。ミュージックテラスのテラスはテラスのテラス。出会いを求める音楽人に光を照らし、ワクワクを生み出し、意図しない化学反応を巻き起こす番組です。せーの、ワンテイク。はい、というわけですね、本日はですね、去る10月31日日曜日に東京流通センターで行われました M3 2021 秋、こちらにお邪魔いたしまして、録音実況の形でお送りしていきたいと思います。ただいまですね、お昼12時ちょうどでございます。私、流通センター駅に降り立ちまして、今から M テラ出張チームと合流ですけど、いました、いました、尾藤大臣、おはようございます。元気ですね、ハトリン。おはようございます、ハトリンです。そして呼んでもいないのに誰かいますね。あ、偶然ですねあ、いや、こんなとこであるとは思わなかったんでびっくりしちゃいました。店長代理こと鉄団員ターメリックイエローコマブーです。構わなかった、やった。我々は午後の部から参加ということで、結構すごいね、やっぱ人が。今回人がすごい多いですね、やっぱり前回よりも。緊急事態宣言もね、解除されたっていうことで、ハトリンは今日は最初からいるじゃないですか。あの、前回感染症対策で途中からだったんですけど、あの、今回は最初の1時間いようと思ってます。我々はどっちに行けばいいんですか。どっちから行けましたか。第一展示場と第二展示場で列が別々みたいですね。今日は募ったじゃないですか、 M テラオタク訪問。どっちが多いんですかね。第二展示場の方が多いですね。じゃあもう攻め方は今日ビト大臣にお任せします。わかりました、じゃあ第二展示場から行きましょう、はい、雨降ってきましたね。あ、雨降ってきました。はい、ポツポツと小雨です。雨が降ってきました。尾藤大臣に事前に買っておいていただいた、入場用リストバンド、これを当日はつけて中に入るんで、はい、これまずあのカラメール送って、あれですね、登録をするんです。なんで割田さんもこれをカラメールをお願いします。わかりました、 QR コードから、はい、カラメール送ります。はい、今回もですねマスクしておりますので結構音声がもごもごしております。今午後の部の列に並びましたけれども、結構並んでますね。入場列が今もう3列分出来上がってますね。あれ、そういえばさ、今日あの M テラみくじ用意するはずだったんだけど、私も持ってこなかったけど、ビト君持ってる？大丈夫です、バッチリ持ってきました。さすが、家に保管してあったの？はい、在庫たっぷりあるんで。何個ぐらいなんだろう？まだあと何百。何百？何十、何百、何個作りましたっけ？何個作ったっけ？200ぐらい作った。そうです、タッパーにいっぱい入れてあるんで、ワンタッパー持ってきました。ワンタッパー、これ100はあるね。これ一つ100円だから、これ売り切ればいくらですか？100×100、1万円ですか？1万円あったらハトリ何しますか。焼肉食べたいです食べるぞ、焼肉ゲットだ。さあ、間もなく12時半になります。午後の部入場可能となりますけども、あれ、我々3人揃うのって M3 春以来半年ぶりですね。はい、お久しぶりです。お久しぶりです。私たち放送始まってから会うの2回目じゃないですかねM3 以来2回目お久しぶりです、ハトリン久々です。いやー、2回目ですね、記念すべき。はい、1年4ヶ月で2回しか会ってないの、みんなで省エネですね省エネっていうのかそれ今回どのくらい集まったんだろうね、オタク訪問は。これから向かうのがですね、1、2、3、4、5、6、7サークルですね。7つ。そうですね、ちょっとドキドキしますね。初めて会う人も多分いっぱいいると思います。はい、攻め方がまだ何も決まってません。戦略が何も決まってませんが、どうしますかね。たどり着いたところから回りたいと思います。あ、いいですね、出たとこ勝負でいきます。12時34分です、入場いたしました。じゃあ第二展示場誰から攻めますかね、まずね。そうですね、今2階に上がったので、まずは逃亡エモーショナル中川渉さんに会いに行きましょう。いるかな。はい、こんにちは、M テラ
出張隊でございます。 ありがとうございます。中川渡るです。3の、あ、違う、3の31です。トーボイモンストロです。ありがとうございます。オンエアしたい曲ありますか？オンエア、この曲3人で作った曲なので。この曲って何ですか？はい、終わらない夜の歌というトーボイモンストロ3人で、はい、3人組グループなんですけれども、はい、3人組で、一緒に作った曲なので、こちらをオンエアしてほしいです。じゃあ M テラ出張じゃんけんやりますが、今からね、尾藤大臣とハトリンがじゃんけんをします。はい、負けた方を当てたらオンエアします。わかりました。はい、ハトリさんが負ける。ハトリさん、ハトリに選ばれました。じゃあじゃんけんコール、コバブーさん、はい、いきます。せーの、M テラじゃんけん、じゃんけん、チョキ。ハトリ勝った。負けたよ。残念。ということで、ハトリン勝っちゃいましたので、オンエアは見送りということで。ありがとうございました。じゃあおまけで10秒だけ流すかな。はい。なんか宣伝がありましたら。はい、宣伝ありますか。せーの、トーボーエモーショナルです。次も M3 出ます。よろしくお願いします。みんなでいい曲作ってるんで、よろしくお願いします。じゃあここで、ちょっとだけ逃亡エモーショナルさん曲流しましょうかね。曲紹介をお願いいたします。逃亡エモーショナルさんで終わらない夜の歌。はい、続きましてどちら伺いますか。次はシノ35サンドボックスさんですね。 CM も提供してくださったサンドボックスさん、こんにちは。M テラ出張隊でございます。 CM ありがとうございました。ありがとうございます。こちらこそ。やばい。あ、サンドボックスって言います。今ちょっと一人でもう二人いるんで呼んできたいんですけど、いいですか？すいません、ごめんなさい、突然だった。いや突然です、はい、アポなしです。アポなし突撃です。すいません。こんにちは、どうぞ。サンドボックスと申します。サンドボックスの温泉卵っていう名義で活動してます。この間の音声 CM 喋りました。ありがとうございます。番組で流したい曲はございますか？今回作った曲、やっぱどれか流したいですね。はい、今から尾藤大臣とハトリンでじゃんけんをします。どっちが負けるかを当ててください。負け残り。なるほど。ちなみに、さっき第1回戦やってきたんですけど、どっちが負けたかというと、私が勝って尾藤さんが負けました。はい。じゃあ選んでいただきます。ハトリンか尾藤くんか、どっちだ。じゃあ尾藤さんの負けで。尾藤くんが負ける。それではコバブーさん、はい、じゃんけんの発声をお願いいたします。せーの、M テラじゃんけん、じゃんけんパー。アイコ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 、引っ張りますね。せーの、M テラじゃんけん、じゃんけんチョキ。やったー、尾藤くん負けたということは正解。やった、おめでとうございます。それでは曲紹介をお願いいたします。それではお聴きください。サンドボックスでランナウェイ。何か告知はございますか？まあ、今後とも我々こうして曲を作っていきたいと思いますので、ぜひともサンドボックスっていう名前を知っていただければなと思います。サンドボックスの皆さんでした。イエーイ。はい、あ、今 M テラのですね、 M3 春で作ったチラシが大量に余ってるので、それを、はい、あの皆さんにお配りしております。はい、記念に。はい、ありがとうございます。失礼します。いやー、賑わってますね。 M3 春と大違いですね。今回一般参加の人もたくさんいらっしゃいますね。会場が賑やか。そうですね、 M3 はやっぱり一般参加者の方がいてこその M3 ですからね。楽しくなりそうです。
知り合いのバターサンドさんのブースに来てしまいました。おめでとうございます。こんにちは、バターサンドです。突然ですが、はい、今 M テラで回っていて、はい、この2人がどっちが負けるかを当てることができたら、はい、曲をオンエアさせていただくという企画をやってるんですけど、やります？やります、はい、どっちが負けるか、尾藤大臣かハトリンか。あ、これ決まってるわけじゃないですよね。運です。運ですよ。そんなやらせは うちやらせないです。じゃあ、過去の戦績はですね、尾藤大臣が今2連敗中です。次は尾藤さんが勝つと思うんで、じゃあハトリンが負けると。それでは店長代理発声お願いいたします。せーの、Mテラじゃんけん、じゃんけん、チョキ。あー、尾藤大臣3連敗。弱すぎる。ということで、バターサンドさん外してしまいました。でも10秒だけ流します。じゃあ曲紹介をお願いいたします。はい、バターサンドでごめんご聞いてください。突然お騒がせしました。ありがとうございます。はい、第2展示場1階に移ってまいりました。次どこを攻めましょうか。次はですね、イノ03のミチルさんと、あと花積愛さんがいらっしゃるスペースに行こうと思います。行ってみましょう。こんにちは、Mテラ出張部隊でございます。こんにちは。あ、ミチルです。あ、この声だ、ミチルさんだ。花積愛さん、こんにちは。こんにちは、花積愛です。その説は私 の、 密閉空間デーズに参加していただきました。ありがとうございました。というわけで、尾藤大臣とハトリンがじゃんけんします。どっちが負けるかを当ててください。あ、そういうこと。流したい曲ありますか？流したい曲あります。さあ、どっちが負けるでしょうか。そろそろ尾藤さんの時代が負ける方を選ぶんですよ、はい、じゃあハトリンを選ぶ。はい、よし、コバブ店長代理、ご発声をお願いいたします。はい、いきます、はい、せーの、Mテラじゃんけん、じゃんけんポン。ビトー君負けた。4連敗。ビトーさん、ダメだ、ダメだ。ビトーさん、調子いいかも。調子いい。ということで、ミチルさん外れです。では、外れな方は10秒だけ流します。10秒だけ。はい、じゃあ曲紹介をお願いいたします。アスール、マスカレード、お聞きくだ、あ、すいません、噛んだ。アスールでマスカレード、お聞きください。ミチルさんと花積愛さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、というわけでですね、今13時17分でございます。そろそろ、ハトリンが、さよならの儀ということで、お別れということですけど、ハトリンいかがでしたか？M3。はい、まさかのじゃんけん全勝でした。勝ち逃げだ。勝ち逃げします。なんか奇跡が起きましたね。はい。クワブさん、いかがでしたか？さっきも言ってましたけど、前回に比べて人が多いのは、まあもちろんいろいろ気をつけなきゃいけないんですけど、M3 的にはすごく嬉しいなっていうふうに思いましたね。尾藤大臣、前半戦を振り返って。いやー、なんかみんなリアルで会えたなーって、会えてよかったなーって、いい日だなって思いました。負け続けてるのに。それはちょっと申し訳ない限りだなと、期待していただいた皆様に。ハトリンが強いんじゃなくて。いやいや、それ以上はダメです。小馬分、それ以上はダメ。ああ、皆まで言わないように。皆まで言わないように。ヒエラルキーね、ヒエラルキー、やっぱりハトリンにかなわないと。なんかね、勝っちゃいましたけど、そんなね、なんかそんな強くはないけど。しれーっと言ってますけど、そんな強くはない。それに対して尾藤が負け続けてると。いやいやいや、ハトリンは持ってるんですよ。持ってるよね。持ってるのかな、はい。ということで、ハトリンとはここでお別れです。ハトリン、お達者でーす。わかった。ていく。じゃあハトリンのじゃんけんを誰が引き継ぐの？そりゃあもう、それはもうハトリンです。誰やねん。オクターブ下がった。来週も、M3 秋後半戦をお届けいたします。というわけで、お送りしてまいりましたのは、ワリさんことワリテラスイコと尾藤大輔とハトリユリコと手伝いんターメリックイエローことコバブでした。それでは皆さん、せーの、お達者でー。来週もあるよ、来週もあるよ。勝っちゃったハトリン。
しているの。